まあ、具体的に何かゲームですか？ちょっと寝技の部分でやりたい技があったんですけど、まあ、そこに行くまでに、うん、まあいい打撃も入ってたので打撃で行こうかな、寝技で行こうかな、この入りをしようかなって思ってる間に腰投げで投げれちゃったりとかもあったので、まあ、ちょっと考えと動きがまあちょっと一致しなかったというか、まあ、良かったんですけど、うん、やりたいことはもう一歩先だったなっていう感じですね。もう前回、前々回のようになんか必殺技的なのを用意していた。はい、その入りをちょっとやりたかったんですけど、ちょっと次回持ち越しで今は言わない感じ。そうですね、はい、はい、内緒です。で、もう MMA でずっと連勝を続けてるんですが、はい、いよいよあの女子格の顔にいよいよなってきた感じなんですけども、ご自身はどうでしょうか？そうですね、まあ率直に嬉しいというか嬉しいですね。なんか女子格闘技を、シュートボクシングを盛り上げたいという気持ちでずっとやってきたので、そうやって言っていただけるのは本当にありがたいし嬉しいです。でもまだまだやっぱ自分的にまだ納得いけてるレベルまでいけてないと思うので、もっともっと練習しなきゃなって感じです。最後の決めたあれです、三日月。はい、三日月蹴りです。あ、もう狙っていた感じですか？そうですね、今回志座会長から三日月がいいんじゃないかっていうふうに教えていただいたりもあったので、そうですね、うん、狙ってた部分もあります。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、あの今までこう自分からタックルに行くっていうのはあまりなかったと思うんですけども、はい、そのタックルもやっぱり自分から試してみたかったっていうのがあったんですか？そうですね、 MMA ファイターのレナっていう感じで、ちょっと本当に試合を楽しむのが総合格闘技のレナなので、すごくいっぱいいろんなことをトライしたいと思っていて、それが今回出せたので、まあ、ちょっと倒す展開にまではまだちょっといけてないんですけど、入りのタイミングとしてはすごくつかめた部分もあるので、一歩一歩ですけど成長しているかなっていうふうに思います。あの3ラウンドまで行ってこれも判定に行っちゃうんじゃないかなみたいな、こう怖さみたいなのなかったですか？そうですね、そこまでそんなに考えてはなかったですね。でもうん、まあちょっとそんな考えなかったな。なんか倒したいっていう気持ちが上回りすぎて、判定行ったらどうしようっていう考えはなかったです。山本、ご覧になったか分からないんですけども、山本美優選手がアンディ・ウィン選手に敗れましたけど、アンディ・ウィン選手とやりたいっていうような気持ちはありましたか？全然組まれればやります。で、うん、そうですね。まあ寝技ができる選手なので面白いかなっていうふうには思いますけど、まあその状況で組まれたらやります。まあ誰でも組まれたらやります。この後1月の予定は？ハワイに行きます。行ってきます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。タックルいて、まあ、倒してという展開が続いたんですが、はい、まあ、相手もなかなか体幹が強いのか、崩しきれない部分もあったと思うんですが、はい、そこについて、試合中、まあ、プランを変えようなどといろいろお考えになったことはありましたか？そうですね、まあ、倒しきれなかった場合の展開を今回ちょっと想像してたので、全然それは良かったんですけど、まあ、ちょっと浜崎さんと練習していて、ちょっとそれがちょっと出せなかったのが今回ちょっと悔やむ部分なんですけど、まあ、それはちょっと次回でまた頑張ろうかなっていうふうに思います。蹴りは途中で相手がどうもなんか嫌がってるようだと判断されてやっていったんですか？そうですね、セコンドがずっと腹効いてるっていうふうに言ってたので、ちょっとまあ膝蹴りも、うん、膝蹴りはちょっと耐えられるなっていうふうに思ったので、ちょっと三日月でと思ってきました。ありがとうございました。最後に写真撮影でお会いさせていただきたいと思います。はい。